はい、皆さんこんにちは。小次郎ゲームズこと KG です。今日もファイナルファンタジー7エバクラ攻略やっていきます。今回やるのはですね、クライシスダンジョンミスリルマインですね。新しく追加されたクライシスダンジョンです。ということで今回はですね、ハードの攻略解説をやっていきます。一度クリアして S で止まってしまったので、2回目の攻略をやります。2回目で S プラスを取りに行きたいと思います。一度ね、さっき攻略して S プラスは取れたんだけど、やっぱりね、ちょっとミスしている設定があったので、まあその辺はちょっとね、ご考慮ください。今回はエアリスクラウドバレットで行ってます。本来ならバレットのところにいつもセフィロスを入れて行ってるんですが、1回目セフィロス入れて S で、2回目バレットで S プラスになりました。というのは、まあ、バレットでですね、物理防御力アップのアジテーションとかをね、ちょっと使わせたかったんです。なので今回バレットにしました。その分ちょっと火力が下がってしまったんですが、一応 S プラスは取れたので、まあ、そういう前提で説明しますので、聞いていってください。まずメインアタッカーはクラウドになります。で、ここのミスリルマインは物理攻撃の方が効くので、全体的に全員物理攻撃にしています。で、ボスのルードは風属性が弱点なので、一応風属性の攻撃を持っていきます。それからサインは丸が必要です。丸と三角ですかね。まあでも丸は全員持たしておいた方がいいですね。はい。それではね、クラウドを見ていきます。まあメインはですね、村雨を持たせて、まあ神雷山、雷ですね。ここのミスリルマインに雷属性が弱点の敵が1体出てくるので、一応クラウドには、まあ、神雷山、それから火属性が弱点の敵も出てくるので、正月武器の空切り筆かなを持たせてます。あと、マテリアはエアロラブローですね。風属性のブロー系。あと、丸のルインラブロー。あと、三角はルインラですね。まあ、これはステータス上がるようにしてるだけですね。で、今回ね、イフリートを連れて行ったんですが、これ、後のバトル内でもね、言ったんですが、このイフリートは失敗でしたね。ここはもうシバーかラムー連れて行った方がいいですね。あとね、サブ武器なんですが、極力、物理防御力を上げるような感じで、設定した方がいいですね。まあ、特に、イベントとかで取った、このヘルハウスからですね、あのヘルハウスの時の報酬武器。これがですね、アビリティが物理防御力が上げられるので、あとね、今やってるセフィロスのね、復刻のところでも再度、強化できるティアードウィングなんかも物理防御力が上がりますね。お正月の時のエアリスの、暁の祈り。それから、グレンのベストウィッシュズかな。これも物理防御力上がるので、こういったサブ武器を持たせて物理防御力、それから HP を上げておくことをしておけば、このミスリルマインは、まあそんなに難しいことはないのかなと思いますね。はい。一応こんな感じでステータスは、物理防御力、クラウドは130、HP7265 ですね。まあ、物理攻撃の値が上がるような編成にしておきましょう。で、続いてバレットですが、バレットはね、まず物理防御力192あるので相当硬いですね。メイン武器に持たせているレフコスハイブっていうのもイベントで取れた武器なので、これで物理防御力も上がるので、こういった感じで、ね、物理防御力はしっかり上げていきましょう。あとアビリティも丸のルインラブローを持たせてます。あと氷属性でブリザラブローを持ってるのかな。エアロ系持ってないんですね。相当私、ぬるい編成してますね。ここは風属性でもよかったのかな。ブリザラブローじゃなくてもよかったのかなとは思いますね。ちょっとこの辺私、抜け抜けのままやってましたね。一応、マインドブレイクを持っていってますかね、リミット技は。一応、これはダメージも少し与えて、魔法防御力と物理防御力を中断してくれるリミット技なので、まあ、最後のボスのルードなんかはむちゃくちゃ硬いので、まあ、これで少しでも物理防御力なんかをデバフ入れて、ちょっとでもダメージ入るようにしようかなっていうことにしています。まあ、召喚獣でもいいかなと思いますけどね。最後、エアリスは、エアリスはもうほとんどいじってないですね。バトルタワーやってた時もそうなんですが、全体回復のフェアリーテイルの AKR ガーを使っています。あとまあ、チョコボステッキで、まあ味方のね、魔法防御力をチューアップ。まあこれもね、あんま使う必要ないんだけど、まあ、一応ね、治癒力も上がるということで持たせてます。アビリティ、マテリアなんかも丸のルインラブローと、まあエアロラ持たせてますけど、まあ出番ないのかなっていうところですね。あとケアロラ1個持たせてるってことですね。はい。で、サブ武器で一応物理防御力上がるようにして、エアリスは物理防御力149ですね。魔防が216になってますが、そこまで魔法防御力上げることも必要ないのかなと思うんですが、しっかりとね、物理防御力とかを上げていけばいいかなっていう感じで、一応総戦力は 186,466 ですね。一応これで、後で流すバトルで、まあ、S プラスまで行けましたので、良ければ参考にして、ミスリルマイン S プラス取ってください。それでは行きましょう。クライシスダンジョンミスリルマインハード S プラス攻略、レディーゴー。
はい、それではね、実況解説やっていきます。まず、ここに出てくる敵ですが、まあ、ボスがルードになりますね。で、弱点が風。あと、それから、物防がすごく高くて、ダメージが通りにくいので、こちらが受ける攻撃増えるので、こちらもね、しっかりと物防を上げて、守りながら戦っていきます。で、ここはですね、このコールドレーバンが3体、お供は2体の3体編成。あと、それともう1個、ヒートコンドルもお供2体編成の、3体編成ね、お供2体連れて。ここの、この取り毛。この2つはそんなに難しくないので、後に残してもいいです。で、ベヒーモスが1体だけ出てくるところと、エアバスタープロトが出てくる1体だけ。これをね、どっちを先に倒すかなんだけど、そうですね。私はですね、エアバスタープロトを先に倒した方がいいかなと思いますね。はい。なので、まず最初にエアバスタープロトを倒しに行きたいと思います。それでは行きましょう。まずここにね、エアバスターがいて、あと宝箱が見えてて、ここにベヒーモスがいます。で、ベヒーモス倒したら先にも宝箱あるんだけど、ここはね、ほんとどっちでもいいんだけど、エアバスタープロトの方がちょっとね、倒しにくくなるかなと思うので、先にこっち倒しに行きたいと思います。まずはね、エアバスタープロトですね。まあ、ここはですね、とりあえず、雷属性で行けばいいので、クラウドにね、ちょっと単品で頑張ってもらおうかなと思います。一応ですね、ここ雷と、まあ、風属性が効くので、一応全員ね、そうですね。ブロケ、物理攻撃系で行った方がいいですね。あと、後から出てくるベヒーモスも、まあ、カウンターモードみたいなのがあって、サインは丸なんだけど、まあ、このサイン消しの時にですね、魔法攻撃をしてしまうと、カウンターのフレアが来るので、ここのミスリルマインは全体的に物理攻撃を積んでいったらいいと思います。極力ね、魔法系の攻撃とか、ルインね。極力魔法は持っていかないでブロー系にした方がいいですね。あとここもダイヤのね、サインが出てくるので、ダイヤの武器持ちがいればね、積んでいけばいいかなと思うんですが、今回はね、ちょっとダイヤ付きは外していったかな。確か。バレットが持ってたっけ？ちょっとね、これ先に攻略しに来て、その後から編成のね、説明しようと思っているので、どんな編成だったかちょっといまいち覚えてないんですが、一応このミスリルマイン攻略に特化した編成にはしてきてますね。あー、バスターキャノン 80% を食らってしまいましたね。ちょっと喋っていたので、よく見てなかったかな？ちょっと一手遅れたかなっていうところですね。あれ、バスターキャノン撃たれる前にですね、倒し切っておかないと、ちょっとスコア下がってしまうかな。あとダメージも食らいすぎてるし、バトルクリアスピードも少しね、下がってしまうので。これ3万1000ですね。3万1000あれば大丈夫です。平均3万ぐらいで、ここのミスリルマインを回ってたら、S プラスまでは取れると思います。ここはそこですね、物防ダウンの効果時間を取るか、風属性ダウンかな。今回風でいこうかな。うん。まあ今のはね、どれでもいいのかなって思いますけどね。お手持ちの編成の攻撃力とか防御力にね、ちょっと関係はしてくるかなと思うけど。で、この後ね、ベヒーモスを倒していきたいと思います。今のところ、クラウドが、おぉ、死にかけとるな。ちょっと、最大 HP を回復して、死にかけているけど、エアリスが回復してくれるでしょう、多分。このままね、ベヒーモス行きましょう。ここのね、このさっきのエアバスターとベヒーモスを超えたら、あと、ね、あの、鳥系のザコはほんと、全く気にしなくてもいいぐらい、強くはないので大丈夫ですね。ベヒーモスはね、これといった弱点はないので、まあ持ってるね、攻撃力で押していくしかないのかなっていうとこですね。まああとね、カウンターのフレアだけ気をつけていかないとダメかな。一回目ね、さっきやった時は S でちょっと終わったんですけど、まあアイテムをね、ガンガン使っていったんで、途中でね、ゲームオーバーになったら嫌なので、アイテムちょっとだいぶ使っていったんで、ちょっとね、36万まで届かなかった。32万だったかな、確かね。32万で S。で、36万取れば S だから、今回は、ちょっとね、前回はね、セフィロスをね、連れて行ったんですよね。バレットのところに。まあ攻撃、アタッカーを増やしてって感じで。で、今回は、セフィロスを抜いてバレットを入れてますね。
アジテーションとか味方の物理防御力を上げるバフをかけられるのをね、使えるようにバレットでいってます。だからちょっと攻撃面が落ちるかなってとこですね。あと人雷さん入れたら落ちるかな。いけましたね。なんとかフレアは食らわずに済みましたね。この速さだとさっきセフィロス連れて行ってやった時よりかは早く倒せてるかな。31万ぐらいいくんかな。あ、3万1000か。3万1000ね。はい。3万1000乗ってたらもう大丈夫でしょう。あとは、レノさえしっかりと倒せたら、36万 S プラスはいけるでしょう。で、ここでですね、物理防御力がプラス 50% っていうのがあるので、ここは物理防御力 50% を取っておきましょう。なので、先にエヒモス来てもいいかな。エアバスターの前に。で、プラス 50% の取っといてもいいかもしれんね。はい。で、ここ宝箱ですね。エアロカクテル。これは風属性の威力が上がるやつは最後、レノ戦でね、まあ、使えばいいかなってとこですね。さあ次は鳥さんですね。ここはですね、クラウドがイフリート持ってきているので、イフリートがそろそろ溜まりそうかな、どうかな。氷属性がないか。なるほど。氷属性持ってくるの忘れてるね、そういえば。ちょっとクラウドがまたダメージ食らってるので、最大 HP を回復して、先にこっちの炎属性が弱点の鳥さん行きましょうか。で周りの音もディーングローバー弱いので、クラウド、私の場合だと、ま、ジンライザン一発当てたら落ちるかなってところですね。召喚獣がね、溜まってたら一発でね、落ちるんですが、召喚獣今ちょっと溜まってないので、地道に倒していこう。ここでもうすぐ召喚獣溜まるので、溜まったんで、ここでもう使っていきましょう。バレットでね、ちょっと防御力バフ、デバフを入れて、で、フリートですね。あとはここは、クラウが火の一筆で、炎属性で、もう押していくしかないですね。ここはね、ほんと3体編成だけど、ディーングローはね、ほんと、雑魚中の雑魚で弱いから、まあ、敵は1体だけ、このね、コールドレイバンと戦うだけになるんで。あと、ここでサイン消しですね。丸と三角ですが、全員に丸は持たしておいた方がいいかな。丸はよく使うので、最後、レノの時もね、丸を使うので、丸は全員に持たせた方がいい。ちょっと攻撃面が薄いから、ちょっと時間かかってしまうかもしれないな、最後、レノが。まあ、その分はちょっとバレットで防御力をね、しっかりと上げてもらって、ここも3万1000でなんとかいけましたね。で、ここで治癒力 40% っていうのがあるので、治癒力 40% でいいと思いますね。ヒーラー連れていくんだったらなおさら。で、この後ね、もう一体のこの火の敵か。だけど、その前にちょっと上ね、宝箱あって、ここ、道端雑魚が出てくるんで、ここで少しね、リミットゲージとかサモンゲージ少しでも上がればですね。ここに出てくる道端雑魚は弱いので、全然問題なしです。ズー2体ですね。まあ、ここは炎属性が弱点なので、炎で叩いていけば大丈夫ですね。一応、テントとかはなかったんだけど、最大 HP が回復できる回復剤っていうのは結構多めには手に入るので、まあ、道端雑魚で戦ってね、無駄に最大 HP とかも削られるんだけど、まあ、回復剤使っても、まあ、36万届くんじゃないのかなと思うので、使いすぎはあれだけどね、うん、まあ、回復剤ぐらいは、最大 HP 回復剤ぐらいは、使っても大丈夫かな。あと最後、レノ戦にエアローカクテルか、うん。使うぐらいでいいのかなと思いますけどね。極力は我慢して我慢してアイテムは残して残して行った方がいいかなとは思いますけどね。さあ、ヒートコンドルですね。最大 HP が 20% ぐらい減ってるけど、まあまあいけると思うので行きましょう。多分いけるでしょう。1回目やった時なんか、あれですよ。確かね、途中で
死んでましたね。誰か一人、キャラが。味方がね。途中で一回死んでたけど、まあ、それでも S までは取れるんで、まあ、ちょっと炎はレジストされるかな。まあ、一応周りのね、ディーンブローをちょっと倒すためにも召喚獣使っておきました。ここは風属性が弱点になるのかな。まあ、ここは氷属性だね。氷属性と、風属性も弱点になるので、叩いていくしかないですね。さあ、熱旋風全体攻撃来るけど、まあ、なんとか耐えられるでしょう。しっかりと物理防御力を上げておけば、そんなにダメージ食らわないかなってとこですね。うん。まあ、ここのミスリルマインで、まあ、S プラス狙いに行くんであれば、物理防御力をしっかり上げておくっていうのと、物理攻撃をメインで持っていくっていうことをね、しておけば、いけそうな気はします。いけそうな気はします。ちょっと時間かかるかな、これは。サイン消してると。しっかりとね、ダメージ与えられる味方がいたら、もうちょっと早く倒せるかなってとこですけど。あくまでもね、もうギリギリのラインでの攻略になりますね。うん。極力オートですね。まあ手動でタップはしてますけど、ずっとオートでは回してます。はい。まあ、追加みたいな感じで押してるだけなので、めんどくさいことはないですね。ここも治癒力がね、40% っていうのが右にあるので、まあこれでいいんじゃないのかなと思いますね。治癒力 40%。ここも取っておけば 80% プラスになるので、うん、すごい回復量になるので。できたら注意力取っといた方がいいかなとは思いますね。はい。じゃあ、あとはもうこれで終わりなので、レナ倒すだけですね。じゃあ行きましょう。はい。ここ下のところにレノがいるんで。最後のね、ここ道端雑魚ですね。まあ、ここのね、道端雑魚はほんと弱いんで、大丈夫です。毒をしてくるとかいうこともないので。これぐらいのリスクは追っていきましょう。で、エアロカクテルか。一応ね、二人ぐらいにはしておきましょう。エアリスも風属性のコマンドアビリティか、マテリア持ってきてるけど、まあ回復がメインになってくるので、特にいらないのかなと思いますね。これぐらいアイテム使っても多分これでいけると思いますよ。じゃあ行きましょう。まあ強いというか、まあ硬い、めんどくさいので、しっかりとね、こっちの回復とか防御面を見ながら行った方がいいですね。さあ。で、とりあえずは、まあ、イフリートはあんまりね、必要ないんだけど、一応使っておきましょうか。せっかくなんで。一応ね、コンボで 1.1 倍にはなるので、少しぐらいは入るでしょう。二人合わせて5628ですね。まあ、バレットが今これでね、仏棒を下げてくれてるんで、エアルダブルを入れていこう。回復はオートでもちょっとエアリスに動かしておくんで、ここはもうひたすら、クラウドのエアルラブローに頼るしかないかな。ちょっとだいぶ時間かかるけどね。ここは多分ね、1万台ぐらいのスコアになるかもしれない。半分ぐらいまでスコア落とすかもしれないけど、36万いけると私は踏んでいる。なんでこのままちまちま行こう。イフリート連れてきたのは失敗ですね。ここはイフリートをやめた方がいいかな。特に炎属性が弱点の敵って、コールドレイバンか、氷属性の鳥ぐらいしかないと思うので、そう考えると、ベヒーモスとか、まあ、シバーもね、普通に、まあ、弱点じゃないけど、ダメージ入るし、シバーの方がいいね。イフリートは、これちょっと失敗ですね。忘れましたね。忘れてましたね。まあ、とりあえずこのままもポチポチで行くしかないかな。グレートパンチが飛んできます。これはむちゃくちゃ時間かかってんのかな。さあ、一応サインは消しましょう。タイタンブローカー、あれが結構ダメージきついので、ここで丸消せないときついかな。途中でグレートパンチ
あれはなんだろう、カウンターで入ってるのかな。あれ丸消せない。何やってんだあいつら。一人一人手動で丸入れないとダメかあれ。一人サインブーストいるかな。ここでちょっとね、物理防御ダウンを入れておきましょう。攻撃力もね、さらに上げてきてるので、レノが。あ、レノじゃないな、ルードだ。俺ずっとレノって言ってたっけ？ごめんなさい、ルードですよ。なんか今おかしいなと思った。ルードでした。任務だ。の、ルードです。これ時間かかるな。これ失敗かな。俺、やり直した方がいいかもしれないな、これ。取り直した方がいいかもしれないな。ちゃんとみんな動いてる？バレットもエアリスも。風ゲージをちゃんと消さないとダメだよ。これめちゃくちゃ時間かかるな、これ。そろそろ召喚獣。あーでもバハムート出たばっかりだからな。まだリヴァイアさんとか火星属性だったら誰だろう。ガルーダとかになるのかな。ガルーダっていなかったな確かね、セブンの時は。まあな、まあなんとか倒しましたね。これで1万4000ね、半分ぐらい。13万か。13万は36万乗りますかね。どうかな。アイテムそんなに使ったのは使ったけど、切ると思うんだけど。これでどうだろう。これでダメならもっぺんやり直しますわ。ちゃんと S プラス取れるまでね。一応、もうそうでないと先へ進めないんで。38万、行きました。なんとか汚名挽回。はい。ということで、一応ですね、38万ですね。累計バトルスコア13万9030。ダンジョンクリアボーナス1万は多分変わらないと思うので、ボス討伐ボーナスが18万ですね。あと、まあ、残アイテムが37500あったので、38万かな。さっき、1回目やった時は、多分アイテムもうちょっと使っていたので、その辺かな。あとスピード撃破ボーナスが 15,900 と低いかなって。最後レノで、レノじゃないってルードでちょっとだいぶ時間使っちゃったのでっていうとこですね。はい、一応こんな感じで38万で S プラスなので、まあ、アイテム使ってもいけそうだし、丸のサイン、物理攻撃、物理防御、それから風属性の召喚獣っていうのがないので、風属性の技召喚獣を連れていくならシバ、ラムがおすすめかなってとこですね。はい、一応これで最後 S プラスもね、取り切れましたということです。はい。はい、ということで、メスリルマイン、ハード S プラス攻略解説してみました。ちょっとね、途中グダグダでね、説明が分かりにくかったと思うんですが、よければ参考にして S プラス取ってください。ということで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。コウジローゲームズでした。